皆さんおはようございます。斉良平です。今日が10月9日日曜日ですね。はい、僕は長崎出張なんですが、今日はね、なんかここのスペース空いてるなって皆さんもちょっと思うんですけども、もしかしたらゲストさんが来るんじゃないかって今思ったでしょ。ゲストいます。しかもまあ今までたくさんのね、今日はちょっと天竺マンさんともやりますし、今夜やりますけども、香取孝信さんとかね、桜庭先生もそうなんですが、僕が今日呼ぶゲストは、まあね、本当ちょっと、ゆかりがあってこの動画を撮れてるので、もう僕が今多分史上最強に推してるミュージシャンで、多分今年この人の歌聞いて多分一番泣きました。泣いて、その上で泣いたおしぼり後でやってみたら絞れたっていうぐらい涙が出たっていう、もうずっと僕もね、過去に何回か名前出してるんですけども、この方に来ていただいています。なので、今日は来ていただいているゲストをお呼びしますね。大さんどうぞお願いします。ゲストです、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうこれちょっとね、はい、もうね、はい、もう何回今まで多分どんぐらいですかね、100回ぐらいお願いしたけどやっぱ来ていただけなくて、何をしちゃってるんですか。そうですね、そうですね、はい、いやもう本当心よく引いていただいてありがとうございます。今日はね、ちょっとね、はい、ダイさんに来ていただきました。はい、ちょっとダイさん、簡単な自己紹介からお願いします。はい、ミュージシャンのダイです。全国で歌を届けさせていただいてるんですが、ちょっと普通のミュージシャンとは変わっておりまして、私の地域のおじいちゃんおばあちゃんに歌を届けてほしいんです、公民館に来てほしいんですとかね、うちの学校に来てほしいんですと、まあ普段ライブハウスで活躍したりとかテレビに出たりとかっていうのがミュージシャンだと思うんですけど、まあ、とにかくコンセント一つあれば、コンセントなくても歌を必要としてくださっているところに、今まで足を運び続けてきました。でそのきっかけとなるのが、今日の話の中にも出てくると思うんですが、天竺マンという師匠に出会い、お前らアルバイトして服売ってる日もあれば、皿洗ってる日もあれば、一曲でも歌届けろということで、全国に天竺さんの歌の、パート2、天国は作るもののパート2の中で挿入歌として使っていただいたことをきっかけに、全国で歌届けさせていただくことになり、今に至ります。はい、いやちょっとね、はい、まあ皆さんね、やっぱりここまで来て僕がそのまあどれだけ泣いたかっていう、僕歌好きなんでめっちゃいろんな歌聴くんですけど、はい、あんなに泣かせられた歌ない。嬉しいですね。ない、本当にない。はい、なんかもうね、まあその歌今日は歌いませんよ。歌いませんからね。はい、歌いませんけど、やっぱせっかくなのでちょっと第三に、はい、まあ、このチャンネルはですね、一応あの運の話をすることがやっぱり多いっていうことで、はい、まあ第三的にやっぱり第三は自分のことやっぱり運は弱いなんて絶対思ってないと思うんですよ。やっぱ運は強いと思いますよね。思いますよね。うん。そのなぜ運が強いっていうところに関して、例えば今までこういうことやってきたとか、はい、まあこういう経験があって、こういうことがあって、やっぱり普段からこういうことは意識してやってるとかっていうところに関する、やっぱり運が良くなる、そして上がっていくっていう時のための一つのきっかけとして、第三的にはその運を上げるとかっていうものに関して、大切にしているの、普段から何かあるかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですよね。なるほど。はい。自分でいることを大切にする。まあ、それができていなかったからなんでしょうけど、でもただその音楽業界というところでも、例えば僕車椅子のカップルの歌であったりとか、またはその自分の体の中で命を空に返してしまったお母さんの歌であったりとか、まあそういったことを歌にしてきたんですね。じゃあレコード会社の人たちとかに、音楽はどうやってお金が生まれるか分かってるかと、テレビ CM のタイアップであったりとか映画のエンディングソングで仕事になるんだと、うん、もしも車椅子っていうことであったりとか、そういった死をテーマにした時に使いにくいと、そういう曲ばっかり作ってたら、お前を仕事として使えない、うん、いろんなこと言っていただいてきたんですけど、自分は命をつなぎ止めたいと思って伝え続けてきたので、うん、いっぱいそんな歌やめろやめろやめろ、そんな表現やめろ、そんなこと雑誌の取材で答えるなっていうことを言われながら、孤独でしたけど、本当に自分が伝えたいこと、自分自身を大切にして伝えてきたら、さっきもお話に出ましたけど、天竺さんに出会った時にほっとかれへんかったわと、うん、お前のことほっとかれへんかった、でまたは
大島圭介さんにも、お前見てたらいくら自分が本気でやっててももっと本気でやれるんじゃないかって思い返されるって、うん、それってあると、あのどこかで僕が、あ、そうやなって、売れるためにはとか認めてもらうためには自分を押し殺して何か違う言葉を歌にしなければならないと思って変わってたら、きっとそういう人との出会いってなかったと思うんですよね、うん、どっちつかずの人生、自分って結局何なんだろうって思ってたと思うんですよ、うん、そういう部分をこう今ご覧になられてる皆さんにこう伝えたいことで言うと、きっと皆さんもいろんな人との出会いの中、またいろんな集団の中で向上心、自分を成長していかなければならない、学ばなければならない、変わっていかなければならないと思えば思うほど、自分じゃない自分の憧れの誰かの生き方をもちろん真似ることって大切だけど、そっちにとらわれすぎて、まさにカメレオンみたいに、うん、赤色見て赤色になる、緑を見たら緑色になる、で色変わりすぎたカメレオンって最後、私って何色やったっけ、でカメレオン私何色やったって、うん、なんか月を見上げて月の色して涙するみたいな、うん、なんかそういうことに皆さんも経験あるんじゃないかなと思って、うん、元の色をちゃんと自分で見てあげるというかね、うん、そこに自分が本当に自分を大切に、自分の色ということを大切にしてきたら、うまくいかない時にこそほっとかれへんわってこう手を差し伸べてくださる方がいた、あみたいなね、うん、だからそういう人にたった、あの人生って人で、人との出会いで変わるってよくあるじゃないですか、はいはい、でその人との出会いって人生の中でそんなにめちゃくちゃその数多いわけじゃなくて、これ天竺さんもおっしゃることですけど、ハッピーブレイクポイントってあんねんぞって教えてもらったんですよね、はい、人生ってな、努力すればするほど斜め45度に結果って出てくるもんじゃないんだと、実は人生って努力しても5センチも10センチも上がってないようなこんなまっすぐのこうグラフを歩んでいくんだと、でもある時ある一人との出会いのきっかけで、またある出来事のきっかけで、人生って斜め45度じゃなくて真上にドカーンって上がんねんと、はい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 、これがハッピーブレイクポイントって言うんやと。だからお前が努力してきて、あ、お客さんこんだけ増えたな、あ、こんな会場でできるようになってきたなって、人生なんとなくこう膨れていくんじゃなくて、一人との出会いで昨日までお客さん目の前に一人もおれへんかったお前がドカーンって全国で歌聞いてもらえるようになんねんぞっていうことを伝えてもらったんですよ、うん、で僕にとってのその出会いはまさにあなたですと、天竺さんだったんですよね、うん、天竺さんが僕たち本当に道端で雨の日も風の日も休むことなく、アルバイト終わったらみんなで公園に集まって歌い続けてきたんですけど、天竺さんと出会ったことで全国でこいつらちょっと呼んであってくれへんかって、こんなやつらおんねんって声かけてくださったことで、もう本当にスケジュールが1年のスケジュール真っ黒に埋まるようなことを経験させてもらって、あの人生変わったっていうのがあるんで、なんで天竺さんとの出会いが生まれたかなと思ったら、自分大事にしたことなんかな、うん、なんかもう泣きそうになるけど。ダメですよ、ダメよ、まだダメ、まだダメ。泣きそうになるけど、人のこと大事にするって ね、うん、人のこと大事にする前に自分のこと大事にしろって言葉もあるじゃないですか。うんうん、はい、まさにこのことやったんかなっていう、うん、皆さんの心の中で、本当の自分を、ダメだダメだって言い過ぎてないかなって、やっぱりあの人成功者を見たら、私こういうとこがダメなんだって、やっぱり私ここがダメだから成功できないんだ、人生輝かないんだって、実は変われてない自分がダメなんじゃなくて、捨ててしまってはいけない自分を捨ててしまってないかなって。ああ、なるほどね、はいはいはい、そう、うん、大事なんですけど、でも絶対手放してはいけない、手をつないでおいていけない、手をつないでいといてあげないといけない、抱きしめといてあげなければならない自分を突き放してないかなって。手放して、うん、もちろん自分の弱いとこあるけど、そこまで、その本当の自分まで突き放しちゃったら、いつも自分の中が傷ついてるし、空虚感だし、答えが出ないし、何色にもなれないカメレオンになっちゃうんじゃないかなって、はいはい、自分の色を忘れちゃう、だそこに自分はすごく気づいて、自分を大事にしてきたから、
肌から見たら運がいい出来事が生まれる、うん、ハッピーブレイクポイントが生まれる、肌から見れば。でもそこじゃないんじゃないですかね、自分と手をつないでおいてあげるというか。いやこれマジ結構やっぱ大さんやっぱ感性すごいなって今までもやっぱ聞いてて思ってて、はい、で思っててやっぱ今までやっぱ運の話とかって言ってるけど、みんな結構あのいろんな話はしていくしっていう中でやっぱりなんか自分のことを大事に、まあ、僕はやっぱ自分のことを愛してない人は人から愛されることはないっていう話をしていく中でもそうだし、誰かの真似をしていく最初これ絶対重要なんですよね、はい、なんだけど真似をいろんなところでやりすぎてしまって自分の色を失うとか、はい、もう自分の本当は捨てちゃいけない一番重要なところを捨ててしまったりとか突き放してしまうってところで、はい、まあ、そここそが本当は自分の色を出すときに一番重要だったっていう。そうです。それもそうだし、ハッピーブレイクポイントなんか、はい、こうっていうイメージじゃないですよね本当、はい、こうなんですね本当に。そうなんです。わかる。真上にロケットみたいに上がるぞって教えてもらいましたよね、うん、いやわかるわ。いや確かに重要ね。ねえ、いやだから僕ねなんかねその生のミュージシャンの人たちいろんな活動してる人たちの歌ってやっぱ上手い、すごい素敵だなって、はい、まあ、上手いだけで僕も一応カラオケ店やってて、はい、カラオケで歌ってても、はい、あこの人上手いなとかそうやってやっていく中である方が歌った時に、はい、こっちは命かけて歌ってんだよって言われた時に、はい、ああだからかすごいなって思ったんですよね、はい、だからやっぱ響くんだなって思った時に第3の場合はあの響くというかあの突き抜けちゃう、その上でなんかもうあの涙がこれだけ出てくるのは命を懸けて歌ってるミュージシャンと、ね、その人の歌は確かに響いたと。でも第3の歌はなんでこうなんだろうかって思った時に第3は多分ね命を削って歌ってる人だと思ったのそこは、はい、あだからここまで来るんだなと思ってもう大ファンになったしその上でっていう中でやっぱりこう、まあ、今日第3からそういう話を聞かせていただいてもうずっとね、はい、あの出て一回僕も過去の YouTube で何度も第3の話出した時にいや来ていただきたいなと思った上で、今日来てもらって、あでも今日ちょっと第3一曲あのもう数百万なんでっていう感じですけども、はい、今日はね第3がですね、はい、なんと、今日はガッツポーズで締めますけど明日の動画で、はい、なんと第3の生歌披露していただくことになってますので、はい、ありがとうございます。明日一応まあ月曜日だけど祝日なんですけども、はい、週の初めとして皆さんが気合が入ってくれてよかったなと思うのはこれ通勤中に聞いてる方がいっぱいいらっしゃるんですよ。なるほど。朝出るので、はい、これ初っ端から聞いたら大変なことになるよっていうところで僕が一番大好きな歌を、はい、僕がもう本当大号泣した歌をリクエストしてるので、はい、明日の朝、一発目で上がる動画で第3に歌ってもらおうと思いますので、もうね、前振りしませんわ。はい、初っ端からもう第3からガランって、はい、入ってもらって、はい、最後にちょっと出て、またガッツポーズで締めようと思うので、今日はここで一回締めて、はい、それで、ね、明日、第3の生歌が出てきますので、はい、楽しみにしておいてください。もう僕が、はい、なんつったらいいんだろう。うん。よし、また今日から頑張ってやっていこうって思えるような、本当にそういう歌だったので、その歌を歌っていただこうと思うので、楽しみにしておいてくださいっていうことです。はい、よろしいですか、大さん。はい。じゃあ今日もガッツポーズで皆さん送ろうと思いますので、せーので、おっしゃーっていくので。OK です。はい。では、それで明日楽しみにしておいてくださいね。では行きます。今日もガッツポーズで締めます。では行きます。せーの、おっしゃー、ということで今日も元気よく、いってらっしゃい。いってらっしゃい。お気をつけて。